カラム族の州長、シェツェモカにより、米国ワシントン州ポートタウンゼンドでも用された、ポトラッチ。州長の妻の一人がポトラッチを分配している。クワクワカワク族のポトラッチ。クワクワカワク族のマンゴ・マーティン州長が1953年に建てたポトラッチ用ロングハウス。ブリティッシュコロンビア州、ビクトリア。富裕層は、大勢の客人を収容できる。 このようなポトラッチ専用家屋を持っていた。ポトラッチは、ハイダ族、ニューホーク族、トリンギット族、ジムシャイン族、ルート家族、クワクワカワク族、沿岸聖リッシュ族を含む、アメリカ合衆国及び、カナダブリティッシュコロンビア州の太平洋岸、北西部海岸に沿って居住する、先住民族によって行われる祭りの儀式である。儀式に先立っては、 巨大な丸太を彫刻したトーテムポールが掘られ、これを部族院総出で立ち上げる行事が行われる。この言葉はチヌークジャーゴンで贈る、または贈り物を表す言葉に由来する。ポトラッチは太平洋岸北西部先住民族の重要な固有文化で裕福な家族や、 部族の指導者が家に客を迎えて、舞踊や歌唱が付随した祝宴でもてなし、富を再分配するのが目的とされる。ポトラッチは、子供の誕生や、命名式、成人の儀式、結婚式、葬式、死者の追悼などの機会に模様された。太平洋岸北西部先住民族の社会では、一族の地位は所有する財産の規模ではなく、 ポトラッチで贈与される財産の規模によって高まった。ヨーロッパ人と接触する以前は、保存性の良い,いキャンドルフィッシュの油や、紐の、カヌーが贈与され、特に裕福なもののポトラッチでは、奴隷が贈与されることもあった。白人との交易が活発になると、先住民族社会の富の偏在が、先鋭化し、また、薬病の流行により、部族内の重要な地位に、 秋ができたことから18世紀後半から19世紀初めにかけてポトラッチのインフレーションが起こった。食料では干物の他に砂糖や黒粉が分配されるようになり毛布や金属製品、糖化交換の媒体として用いられる装飾された金属、現金までが増与された。糖化交換の度が行き過ぎて片方が貴重な品を破壊すると もう片方もそれと同じ価値の品を破壊するという風うに分配された品物が受け取られた直後に破壊されることもあった。クワクワカワク族などでは社会的地位をめぐりポトラッチ開催の競争が起こった。宣教師や政府の役人はポトラッチは浪費を促し非生産的で非文明的な悪臭で文明化と不況の障害であるとみなしたため カナダ政府は1885年から1951年までの間、ポトラッチの開催をインディアン法により禁止していた。アメリカ合衆国政府も19世紀末にポトラッチを禁止した。しかし、先住民族の人口があまりに多かったため反ポトラッチ法の執行は非現実的で罰則は次第に緩められた。また、ポトラッチは、 多くの人類学者の研究対象となってきた。ありがとうございます。